そんな春菜さんにもぴったり、今日はですね、もみ消して冬から山田涼介さん、春さん、小沢ゆきよしさんをお越しくださいました。もみ消してくれるよ。嬉しい。何でも、何でもみ消しますよ。いや、もみ消して春ですよ、もう今日最終回ですよね。はい、明日ですけども、こちらをご覧ください。あ、今日じゃない、明日か、はい、明日いよいよ最終回でございます。北沢家最後の事件が起こり、再び立ち会った周作に衝撃の展開が。果たして周作と北沢家にどんな結末が待っているのか。明日夜10時、もみ消して冬最終回です。ぜひご覧ください。急に声が響きましたね。声なんですよね。あーって、もう自分を楽器に見立ててて。そうですね。ふざけてるな。もう当然ね、収録が終わってると思うんですけど、打ち上げの方はまだなんですか。はい、打ち上げはまだこれからで、まあ、楽しみですね。楽しみ。もうなんかこれもみ冬ロスみたいになってて、ちょっと寂しいんですよ。やっぱ撮影が楽しかったんで。絶対これ2時間の特番とかあるでしょ今度。いや、ないんじゃない。いや、僕たち的にはもみ消して夏とかもできるよねみたいな。そうだね。やりたいなというふうに思ってるんですけど、まあ、それはもうお偉いさんが決めることなんで。いや、ありそう。はるさんもやりたいでしょ。はい、なんか家族、本当の家族みたいに仲良くなれたので、また本当にやりたいです。あ、これもう演者の方々がここまでやりたいって言ったら、もうもみ消して夏はもう決まってないもんだな。決まってないですね。うん、まずは明日見て、どういうふうになってるかですよね。その夏どうなるか分かんないですからね。今日の最終回が明日の最終回で繋がってるかもしれないからね、夏にね。皆さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。